チャンネル。2020年2月春季キャンプ、球場とホテルの移動の時間、トラバン今村ディレクターが連日車で矢野監督の話を聞くことができた。人を育てるっても恐怖は逃げるとどうなる。キャンプ中、可能な限り選手と会話し続けた矢野監督、一体どんな話をしていたのか。すると矢野監督が問いかけてきた。恐怖は逃げるとどうなると思う。恐怖大きくなる、そうだね。恐怖は逃げると倍になる、立ち向かうと半分する。そう、半分になる。そう言い聞かせながら自分でこう前に向いていった。俺は上手くなると思うのね。だからゼロにはならないけど半分になる。そうだって今日なんてゼロになることないしさ、逆にゼロになったら面白くないやん多分。全部10打数10安打100打数100安打打てると思んないでヒット打っても守備も思んないで、全部取れるってなったら。そのドキドキ感がね、人を成長させる部分やと思うから、だから立ち向かっていくぞっていう話をしてたら、それは他の選手もね、もちろんそうやし、みんな同じような気持ちに絶対なんねんから。俺も内野手の経験は大学でしかないけど、エラーしたら飛んでくんな飛んでくんな俺の子飛んでくんなって思うねんから、みんなそれも正直な自分やと思うし、もそれよりもよし足を動かすぞ、飛んできた足を動かすぞ、一歩前に出るぞって言って自分の自分の背中をこう押せる自分であった方がなんか前に進んでる、成長していく方向には行きそうやろ。ある日、矢野監督が考える人材育成の話に今村ディレクターも後輩の育成に悩んでいた。人を育てるって言っても人を変えるんじゃないか、自分を変えないと人変われへんか。まずは自分が変わらんと、俺ら自身が変わらない。だ後輩で何回言うてもまあちょっとこう動きが悪かったり、っていうのは結局だからここはこうやって言ってる僕が変わってないからそいつも変わってないってこと。いやいや、それは限界を決めてるわけよ。人が変わる限界を決めてるわけよ。自分の中で基準があるわけよ。俺3回言うてんねんって、3回言うたらお前これぐらいやれるよなっていう基準を自分で決めてるからでしょ。ただもう見返りを求めてるわけでしょ。これぐらいやったらこれぐらい見返りがあるよなって、これぐらいやったらこれができるでしょっていうのがあるから、そこでお前なんでやねんっていう、で自分は基準があんのよ、なんとなく。もうめっちゃ言うたでっていうのもそれは僕の基準であって、そうそう、めっちゃ向こうからしたらまだまだそんなに言われてませんけどとかでそんな大事なことだったんですかとかっていう、だから分かるまで伝えていかなきゃ、伝える前に自分がやっぱり正さなあかんっていう両方があるよ。であとは仕事に対するその相手側がどう思ってんのかっていうところはやっぱりちょっと聞き出さないと、仕事も全くやる気ありませんって、毎日時間過ぎるだけ待ってますっていう人に言っても仕方がない。仕方がないんじゃない、それを聞かないとダメだと思う。でそれはほんまに相手を変えたいって今村が思えばよ、こいつをほんまによくしてあげようと思った時にはしゃあないって言えへんじゃん、なんでやろって思うじゃん、なんでっていう疑問が出てくる。なんでこんだけ言ってんのこいつ響けへんのか、なんでちょっと変わったとこ見えてけへんのかなってなったら聞きたくなるやん。お前仕事を どういう感じでやってんのとか、どう思ってんのとか聞いたら
相手は何かしらあるんちゃうん、僕からしたら。いや僕今の仕事全然思んないんですよ正直。時間過ぎて給料もらえたらもうそれでいいんでって人も中にはいるんちゃう。じゃあそこを聞かないと。で聞いた中からあこうなんちゃうああなんちゃうっていうことは自分なりの考えを伝えられると思うけど、でそういうのを繰り返していくと、あこの人についていきたいなとか信頼関係っていうのができると思うけど、お前にこんだけ言ってやったらお前なんで分かれへんねんっていうのだけ繰り返しても、それをずっと繰り返したってあんまり前に進めんような気するけど、じゃあお前はどうしたいの、どうなりたいのっていう相手側のものがね